五代目、小野駅久五郎を奮する、清水一学に刀流で奮戦する一学の典型的イメージ清水一学は、原禄時代の武士。中心蔵における赤穂浪士打ち入りの際に討ち死にしている。江戸時代の歌舞伎では、実際の赤穂事件関係者の名称を使うことが禁じられていたため、清水一角、清水大学などと表現されている。 中心蔵の芝や講談などでは、剣の達人として伝わるが、実際は、キラ家の中古賞である。大河地文書には、キラ光介の助と、キラ義親家にお教して、少々おののいて撃たれこうとある。小赤剣文記によれば、当時40歳で台所で死んだ。なお、キラ家文元町には陰居付近住七両三人ぶちと、あるが、小赤剣文記には、光介の助用人、 清水一学、台所口、四十歳とあり、近所なのか容疑なのか不明。また今日の中心蔵のドラマでは、清水一学を二刀流の剣士として描くことがあるが、彼を描いた、明治期の歌舞伎では二刀流として扱っていない。後家吉良義中の所領である、三河国発軍、宮迫村の農家に生まれる。幼は盗作。武芸を好みやり、当兵が、 キラ家の陣屋の一つ、岡山陣屋に勤めていたため、一学も、幼少より剣術を習いに、同陣屋に通ったという、二刀流だったと伝わる。元禄五年、キラ義仲の妻、風刺の目に留まり、四分取り立ての上、キラ家家臣として召し抱えられ、江戸後副教のキラ邸で中古書を七両三人ぶちで、吉仲に禁止するようになった。 取り立てられた理由は一学が吉中の子で溶接した、キラサブロに似ていたためと言われる。元六十五年、赤穂浪士によるキラテ打ち入りの際に討ち死にした、去年二十五。中心蔵など元母事件を題材にした、創作物では、キラテ打ち入りの際に、小林平八郎と共に、キラ川で最も奮戦した見学として描かれることが多いが、上杉家の資料、 大川知文書では、一学は少しだけ戦って、台所で打ち取られ、大した活躍はなかったとしている。母書は、キラや菩提寺である江戸牛込の万章院や、三河国宮佐子村の園融寺。方法皇は、橋沖縄本的神事、実相院集全神事。なお、一学の兄の東兵は、小玉生を名乗り、その子孫が、今日まで続いている。ありがとうございます。